栃木県は、本州の関東地方北部に位置する内陸県です。県庁所在地は宇都宮市で、その他の主要都市には、小山市、栃木市、足利市などがあります。栃木県は、北は福島県、西は群馬県、南は埼玉県、東は茨城県に接しています。面積は約6408平方キロメートルで、日本の47都道府県中、20番目の大きさです。県の気候は湿潤温暖気候で、冬は乾燥し、夏は湿気が多く、雷雨が頻繁に発生します。栃木県は、歴史的な神社や寺院が多く、特に日光市にある日光東照宮は有名で、世界遺産に登録されています。この神社は、徳川家康を祀っており、多くの国宝や重要文化財が含まれています。また、那須地域は温泉地として知られ、皇室の御用邸もあります。その他にも、鬼怒川温泉や足利河口などの観光名所があります。栃木県の経済は農業、製造業、観光業に支えられています。特に、糸やニラなどの農産物が有名で、製造業では、自動車関連産業が盛んです。また、観光業も重要で、多くの観光客が、温泉地や歴史的な名所を訪れます。栃木県は古代には、下野の国と呼ばれていました。江戸時代には日光東照宮が、徳川家康を祀る重要な神社として建立され、その後も栄え続けました。明治時代には、現在の栃木県として再編され、県庁所在地が最初は栃木市に置かれましたが、後に宇都宮市に移されました。それでは、栃木県の歴史を時系列で見ていきましょう。栃木県の歴史は、古代に遡ります。栃木県の考古学遺跡には、神林遺跡があります。神林遺跡は、栃木県佐野市、高萩町に位置する重要な考古学遺跡で、旧石器時代から縄文時代にかけての人々の生活の痕跡が見られます。この遺跡は、旧石器時代の初め、約4万年前の人々の生活の跡として、日本最大の環状ブロックが出土したことで知られています。神林遺跡は、標高22メートルの絶縄台地先端部に位置し、海石刻との比高は6メートルです。宅地造成の際に発見され、旧石器時代、及び縄文時代前期、中期の遺物が出土しました。旧石器時代の遺物としては、柳葉型で、断面が凸レンズ状の黒曜石製の尖頭器や珪質粘板岩製のナイフ系石器が見つかっています。また縄文時代の住居跡らしい落ち込み土も確認されました。この遺跡からは3500点以上の石器が出土し、それらは80m×50m の楕円形に広がっていました。これらの石器の材料は遺跡近くで採取されたチャートや遠くから運ばれた血岩、蛇紋岩、気力岩、黒曜石、安山岩などが含まれており、広範な交易や移動があったことを示しています。現在、神林遺跡は私有地となっているため、一般公開はされていません。しかし、佐野市郷土博物館で関連資料や出土品を見学することができます。縄文時代の遺跡としては、根小屋大遺跡や寺の東遺跡があります。根小屋大遺跡は、栃木県宇都宮市に位置する縄文時代前期の環状集落跡です。この遺跡は1988年に国の史跡に指定され、現在は聖山公園内に保存されています。この遺跡は1982年から1986年にかけて行われた発掘調査によって発見され、大規模な縦穴住居や四角い柱建物339以上の墓穴が確認されました。墓穴は直径約1メートル、深さ50〜60センチメートルで、5つから10の墓が集まって配置され、中央広場を囲む形となっています。また、縦穴住居のいくつかは長さ8メートルを超え、複数の家族が同居していたことが示唆される、大きな建物も発見されました。遺跡からは、石製のミニ飾り、円筒形のビーズ、石器などが出土しており、これらの出土品は、1990年に重要文化財に指定されました。現在、この遺跡は公園として整備され、復元された縦穴住居などを見学することができます。また、併設された資料館では、出土品や遺跡に関する展示が行われています。寺の東遺跡は、栃木県小山市に位置する旧石器時代から近世にわたる複合遺跡です。この遺跡は、
特に縄文時代の重要な遺構が発見されており、1995年に国の史跡に指定されました。遺跡は小山市の東部に広がる段丘延辺部に位置し、標高約43メートルの高さにあります。環状森土遺構は南北直径約165メートルの巨大なドーナツ状の森土遺構で、土を内側から削り取って、高さ約2メートルまで盛り上げられたものです。赤い焦土層と通常の土が交互に層をなしており、これは長年にわたる火を焚く儀式が繰り返された結果と考えられています。水場遺構は、小四国の流れを利用した水場の遺構で、川底に板状の木を正方形に組み合わせた構造物が見つかっており、これらは、喧嘩類のアク抜きのために使用されたと推測されています。遺跡からは複数の木組み構造物が発見されており、これもまた縄文時代の生活様式や儀式に関連するものと考えられます。これらの発見により、寺の東遺跡は縄文時代の集落構造、社会的生活、そして儀式的な活動を研究する上で貴重な資料を提供しています。また、1990年から1994年にかけて行われた発掘調査では、旧石器時代の石器、縄文時代の住居跡、古墳時代の墳墓跡などが発見されており、長期間にわたる人類の定住と活動が確認されています。弥生時代の遺跡には、篠山貝塚があります。篠山貝塚は栃木県栃木市に位置する弥生時代の遺跡で、日本の考古学上非常に重要な貝塚の一つです。1955年、昭和30年に初めて発見され、調査が開始されました。この時期に、貝塚の範囲と構造が明らかになりました。1960年代には、本格的な発掘調査が行われ、多くの遺物が発見されました。この調査により、篠山貝塚の規模が、南北100メートル、東西70メートルの馬蹄形であることが判明しました。篠山貝塚は、主に、大和シジミという、淡水性貝で構成されていますが、カキやサザエなどの海洋性貝も含まれています。貝塚からは多量の土器、鹿やイノシシの骨、それを利用した骨格器、貝製の腕輪などが出土しました。ただし、黒曜石製の石器は少ないです。篠山貝塚は弥生時代の中期に位置し、当時の人々が狩猟、漁労、採集を行っていたことを示しています。特に鹿やイノシシの骨の発見から、狩猟が重要な食料源であったことがわかります。貝塚の存在は当時の人々が、川や海との密接な関わりを持っていたことを示しています。また、貝塚周辺の土壌からは、農耕の痕跡も発見されており、農耕と狩猟、漁労が並行して行われていたことがうかがえます。古墳時代には、多くの古墳が築かれました。長岡百穴古墳は、栃木県宇都宮市、長岡町に位置する古墳時代後期の横穴墓群です。この古墳群は52基の横穴で構成されており、東群には44基、西群には8基の横穴が南面する軽石凝灰岩の傾斜面に掘られています。これらの横穴は、7世紀前半頃に造成されたとされ、家族墓的な要素が強いと考えられています。各横穴のサイズは、縦横それぞれ約1メートル、奥行きは約2メートル程度です。これらの墓は、比較的成熟した技術をもって掘削されており、一部には床面に側溝が見られるなど、当時の高度な技術を示しています。しかし、近代にはすでに横穴が露出しており、原型をとどめていない部分も多く、埋葬品に基づく交渉は困難です。興味深いことに、ほとんどの穴の壁面には室町時代から江戸時代にかけて彫られた地蔵菩薩像や馬頭観音像が見られます。これは、この横穴群が非常に長い期間外気にさらされていたことを示しています。また、これらの像の保存状態は必ずしも良くはありませんが、その存在は当地の信仰や歴史的背景を物語っています。長岡百穴古墳は、栃木県の指定史跡として、1955年に登録されました。周辺には他の古墳や奈良時代の遺跡も多く点在しており、歴史的な価値が高い地域となっています。塚山古墳は、栃木県宇都宮市に位置する古墳で、古墳時代中期の5世紀中葉から紅葉に築造されたと推定されています。この古墳は、前方後円墳という形式で、墳丘の全長は約 119.2メートルに達します。後円部の直径は約 55.9メートル、前方部の幅は約 59.9メートルです。
塚山古墳は、周辺にある複数の古墳とともに、塚山古墳群を形成しています。塚山古墳、1号墳は前方後円墳で、墳丘長98メートルです。塚山西古墳、2号墳はホタテ貝型古墳で、墳丘長63メートル。塚山南古墳、3号墳はホタテ貝型古墳で、墳丘長58メートルです。これらの古墳からは、円筒埴輪や、須恵器などの遺物が出土しています。特に塚山南古墳から出土した時は、宇都宮市指定有形文化財に指定されています。塚山古墳は、1953年に栃木県指定史跡となり、以降、複数回の発掘調査が行われてきました。調査の結果、古墳群の北側には、小円墳6基、西、南西側には、中円墳や、ホタテ貝型古墳が存在することが確認されています。これらの古墳群は、下野の地方の政治情勢を考察する上で重要な遺跡とされています。平安時代に入ると現在の栃木県下野の国において地域の豪族が勢力を拡大し始めました。この時期桓武天皇による平安京への遷都により中央政府の影響が全国に及びました。894年に菅原道真の進言により遣唐使が廃止され日本独自の文化が形成されました。この時期、下野の国でも文化や経済の発展が見られ、地域の支配者たちは中央政府との関係を強めました。平安時代中期、宇都宮氏の祖先である藤原宗円が活躍しました。彼は藤原北家の一員であり、地方の豪族として栃木県内で勢力を拡大しました。藤原宗円は下野の国の国司として、その地位を利用して地域の開発を進め、宇都宮市の基盤を築きました。11世紀後半には藤原宗円の子孫が下野の国においてさらに勢力を拡大しました。この頃荘園制度が確立され貴族や寺社が荘園を拡大していく中で宇都宮市も多くの荘園を所有するようになりました。平安時代の終わりにかけて宇都宮市は武士団を結成し地域の治安維持や経済活動に力を入れました。この時期源平合戦が勃発し宇都宮市も源氏と平氏の争いに巻き込まれました。特に宇都宮市は源氏側に組みし、その後の鎌倉時代においても大きな影響力を持つようになりました。鎌倉時代には宇都宮市は鎌倉幕府の有力御家人として活躍しました。特に宇都宮頼綱は百人一首の編纂に関わり、文化面でも重要な役割を果たしました。この時代、宇都宮氏の勢力は下野の国から関東全域に広がり、政治的、軍事的に大きな影響力を持っていました。また、鎌倉時代には教育、宗教、食文化の面でも注目することが起こっています。足利学校は日本で最も古い学校とされ、鎌倉時代に設立された可能性があります。教育機関として、特に儒学の教えを中心に教育が行われました。この学校は室町時代に復興され、特に戦国時代には多くの武士の子弟が学びに訪れました。大日堂、万和寺は1197年に足利義兼によって建立されました。足利氏の居城としても使用され、その後、真言宗の本山として栄えました。鎌倉時代の特色を残す建築物が多く、春の桜や秋の紅葉も美しい場所として知られています。鎌倉時代には、日光の僧侶たちが中国から湯葉を取り入れ、精進料理の一部として使用し始めました。この湯葉は、現在でも日光の名物料理として広く知られています。鎌倉時代には、酒造りが盛んになり、栃木県内でも多くの酒蔵が繁栄しました。また、栃木県は自然に恵まれ、美しい山々や川に囲まれており、これらの自然環境が地域の文化と経済に大きく影響を与えました。室町時代の初期には、足利氏は足利氏の本拠地として重要な役割を果たしました。足利尊氏が1336年に幕府を開設し、1338年には正式に将軍となりました。室町幕府は関東地方の統治を強化するため、鎌倉に鎌倉府を設置しました。1349年には、尊氏の子である足利元氏が初代鎌倉公方に任命されました。鎌倉公方は関東地方の行政、司法、軍事を担当し、関東官僚を補佐役としておきました。1467年に発生した応仁の乱は、
日本全国での内戦であり、この時期下野の国も影響を受けました。乱の結果、足利幕府の権力は弱まり、各地の大名が台頭する契機となりました。宇都宮氏は栃木県宇都宮市を拠点に活動しており、室町時代を通じて地域の支配を強化し、宇都宮城を築きました。この城は戦略的な重要性を持ち、関東地方の軍事拠点となりました。1416年には上杉禅宗の乱が発生し、宇都宮氏も巻き込まれました。この乱は関東地方の大名間の権力闘争であり、宇都宮氏の勢力にも影響を及ぼしました。1575年、北条氏が下野の国に侵攻し、宇都宮氏は危機に直面しました。この時期、宇都宮氏は佐竹氏、結城氏、那須氏などと同盟を結び、北条氏に対抗しました。しかし度重なる戦闘と内紛により、宇都宮氏は衰退の一途をたどりました。豊臣秀吉の時代になると、宇都宮氏は一時的に保護されましたが、浅野長政の布告により所領を没収され、宇都宮氏の歴史は終焉を迎えました。江戸時代、1603年、徳川家康が江戸幕府を開き、江戸時代が始まりました。栃木県内の多くの地域は幕府直轄地や大名領として統治されました。1617年、家康の死後、日光に東照宮が建立されました。これは家康を祀るための霊廟であり、江戸時代を通じて多くの参拝者を集めました。中期の江戸時代、足利藩、現在の足利市やその他の小藩が設立されました。足利藩は主に戸田氏によって統治されました。1610年以降、足尾銅山が幕府の直轄となり、銅の生産が活発化しました。ここで採掘された銅は、日光東照宮の屋根や江戸城の建設に使われました。また、銅はオランダや中国への輸出品として重要な収入源となりました。江戸時代後期、日光街道が整備され、江戸から日光への参拝道として利用されました。この街道沿いには多くの宿場町が栄えました。19世紀、足尾銅山の生産は減少しましたが、幕府は銅貨、官営通宝を鋳造するための造幣所を設置し、甲府たちの雇用を維持しました。銅山の周辺環境への悪影響も現れ始め、地元住民との対立が発生しました。1868年、明治時代が始まり、日本全体で大きな変革が進行しました。栃木県でも廃藩置県が実施され、旧栃木藩や烏山藩などが廃止され、新たに栃木県が設置されました。この改革により、中央集権的な行政体制が確立され、地方自治が強化されました。1889年、明治22年、町村制の施行により、栃木県内の複数の村が統合され、新たな町村が形成されました。例えば、河内郡の田光宿、大仙村、川名護村などが合併し、田光村が成立しました。その後、1891年に田光村は、明治村と改称されました。1890年代、日光東照宮が、国内外から多くの観光客を引き寄せる名所として発展しました。この時期、明治政府の観光振興政策の一環として、日光地域の文化財保護と観光開発が進められました。1900年代、栃木県内では農業と林業が主要な産業として発展しました。また、この時期における鉄道の整備により、宇都宮市を中心とした都市の発展が加速しました。特に、宇都宮市は、鉄道のハブとして機能し、県内外の経済活動の中心地となりました。1912年、明治45年、明治天皇の崩御により、明治時代が終了しました。栃木県はこの時点で、農業、工業、観光のバランスが取れた地域へと成長し、近代化の進展が見られました。大正時代の始まりは、1912年7月30日、大正天皇の即位から始まります。この時期、栃木県は他の地域と同様に、明治から続く工業化の波に乗っていました。特に第一次世界大戦中は、欧米からの輸入が途絶えたため、国内の工業が発展し、栃木県でも鉄工業や化学工業が成長しました。この好景気は、大戦景気と呼ばれ、県内でも多くの商人が急速に成長しました。しかし、第一次世界大戦が終わり、欧州の産業が回復すると、日本は不況に突入しました。
1920年には多くの企業が倒産し、栃木県もその影響を受けました。また、1923年の関東大震災は、東京や神奈川に甚大な被害を与えましたが、栃木県も震源に近いことから影響を受け、復興に時間を要しました。1924年以降、栃木県も日本全体の政治動向と連動し、大正デモクラシーと呼ばれる民主主義運動の影響を受けました。特に護憲運動や民本主義の高まりが見られ、栃木県内でもこれに賛同する政治家や市民の活動が活発化しました。この時期には地方自治体の政治にも市民の声が反映されるようになり、民主主義的な動きが強まりました。昭和元年、1926年に昭和天皇が即位しました。この時期、日本全体が大正デモクラシーの影響を受け、栃木県でも民主主義的な運動が盛んでした。また、関東大震災からの復興が続いていました。1927年に昭和金融恐慌が発生し、その後、1929年の世界恐慌が追い打ちをかけました。この影響で、日本経済は大混乱に陥り、栃木県でも農村部を中心に深刻な不況が広がりました。1931年の満州事変により、日本は中国東北部への軍事侵略を進めました。これにより軍国主義が台頭し、栃木県からも多くの若者が軍隊に徴兵されることとなりました。また、1936年には226事件が発生し、国内の政治状況がさらに不安定化しました。1937年の盧溝橋事件をきっかけに、日中戦争が始まりました。この戦争により、栃木県からも多くの兵士が中国戦線に送り出されました。1941年の真珠湾攻撃を皮切りに、日本はアメリカとの全面戦争に突入しました。栃木県内でも戦時体制が強化され、食料や物資の配給制が導入されました。また、1944年にはアメリカ軍による空襲が激化し、栃木県内でも被害が出ました。1945年7月28日、第二次世界大戦末期にアメリカ軍の戦闘機が栃木県内で実施した空襲のうち、特に小金井駅で行われたものが小金井空襲です。硫黄島から飛び立ったアメリカ軍機は、小金井駅を含む宇都宮駅、小山駅などで機銃掃射を行いました。小金井駅では午前11時55分頃に戦闘機が飛来し、駅とその周辺にいる列車などが銃撃を受け、31人が死亡し、70人以上が負傷しました。宇都宮市は1945年7月12日にアメリカ軍の B-29 爆撃機による空襲を受けました。この攻撃では市街地の広範囲が焼夷弾によって焼き払われ、宇都宮市は甚大な被害を受けました。この空襲により、宇都宮市は焼失面積約2平方キロメートル、死者320人、負傷者500人以上、被災家屋約1万戸の被害を受けました。これらの空襲は、物質的な被害だけでなく、社会や家族、個人にも大きな影響を及ぼしました。戦後、これらの空襲の記録や体験談は、様々な形で語り継がれ、平和の重要性を伝える資料として残されています。小金井駅では、1998年に平和の礎が建立され、毎年慰霊祭が行われています。1945年8月15日、ポツダム宣言を受諾し、日本は終戦を迎えました。1946年には、日本国憲法が公布され、民主化の進展とともに社会が大きく変わりました。栃木県でも、終戦直後の混乱から、徐々に復興が進みました。農地改革が行われ、多くの小作人が自作農となり、農業生産力が向上しました。1950年代に入ると、日本全体で経済が復興し、栃木県でも工業化が進展しました。特に繊維産業や機械工業が発展し、雇用が増加しました。1960年には、カラーテレビの放送が開始されるなど、生活の質が向上しました。1960年代は、日本の高度経済成長期であり、栃木県でも経済が飛躍的に発展しました。1964年には、東海道新幹線が開業し、東京オリンピックが開催され、日本は国際社会での地位を確立しました。栃木県でもインフラ整備が進み、交通網が充実しました。
1970年代には高度経済成長の影響で公害問題が深刻化しました。1973年の第一次オイルショックにより経済が不安定化し、省エネルギー政策が進められました。1980年代はバブル経済の時代であり、栃木県でも経済が活況を呈しました。1985年の筑波万博や1988年の瀬戸大橋の開通など大型プロジェクトが相次ぎました。しかしバブル崩壊の影響で経済は低迷し始めました。1989年1月7日、昭和天皇が崩御し、昭和時代は終わりを迎え、平成へと改元されました。平成時代の初期、栃木県は他の地方と同様に、経済バブルの影響を受けました。バブル崩壊後の1990年代は、地域経済の再建が課題となりました。この時期には、農業と製造業が依然として主要産業であり、特に宇都宮市は、餃子の町として全国的に知られるようになりました。2000年代には市町村合併、平成の大合併が進められました。栃木県でも多くの市町村が統合されました。例えば2005年には黒磯市、那須野町、塩原町が合併して那須塩原市が誕生し、2006年には旧日光市が今市市、足尾町、藤原町、栗山村を吸収して新たな日光市が誕生しました。2010年代には地域経済の多様化と観光業の振興が図られました。特に日光市の東照宮や自然景観が国内外からの観光客を引きつける一方で、宇都宮市は餃子フェスティバルなどのイベントを通じて地域の魅力を発信しました。また栃木県全体で地産地消や農産物のブランド化が進みました。現代栃木県は少子高齢化と人口減少という深刻な問題に直面しています。特に地方部では若年層の流出が続き、高齢化が進行しています。これにより、地域経済の維持と活性化が困難となっており、医療や福祉サービスの提供にも影響が出ています。栃木県は、いちご王国として知られ、特にいちごの生産が盛んです。しかし、農業従事者の高齢化と後継者不足が課題となっています。農業技術の継承や新たな品種開発、さらには農業の省力化、効率化が求められています。気候変動による影響も無視できません。栃木県では農作物の生産において気温や降水量の変動がリスクとなっており、これに対応するための適応策が必要とされています。また、自然環境の保護と観光資源の維持も重要な課題です。栃木県は日光や那須などの観光地を有し、観光業が重要な産業です。しかし、観光客数の増加に伴う、インフラ整備や観光資源の保護、地域経済への波及効果を高める施策が必要です。さらに、地域特産品のブランド化や、体験型観光の推進も求められています。栃木県の歴史は、多くの時代を通じて、重要な役割を果たしてきました。古代の国としての役割から、近代都市としての発展まで、様々な歴史的背景があります。これらの歴史を知ることで、栃木県の魅力と重要性を再認識することができます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が良かったという方は、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。